2月23日、坂出市は昨年開催された瀬戸内国際芸術祭2022春会期で三味島会場に設置された坂出文字モニュメントを吉島パーキングエリア内の展望広場内に再設置し、記念のセレモニーを開催しました。この日はセレモニーに招かれた吉島自治会の皆さんらを前に、有福坂出市長から、この吉島は本州側から来た人たちにとっての玄関口です。人々が吉島が坂出であるということを認識し、さらに坂出まで足を伸ばしてもらえることに期待していますと挨拶がありました。こんなふうにですね、坂出に足が向いていただければ幸いでございます。そして有福市長や楠井市議会議長、本州四国連絡高速道路坂出管理センター所長など関係者によって記念のテープカットが行われました。坂出文字モニュメントは幅4メートル、高さ 1.1 メートルあり、低発泡ウレタン樹脂にアクリルなどを挟んで厚みを持たせたアルファベットの坂出の文字盤で、瀬戸大橋をバックに SNS などのインスタ映えに、訪れた方が楽しんでもらえるようになっています。ご存知の通りで、昨年開催されました瀬戸内国際芸術祭2022春会期で三味島会場の中田浜の方で設置しておりましたものをこちらの方に移設した形となっております。今後まだ県内外の旅行者に対して坂出に来ていただいて、坂出の思い出の写真を撮っていただいて、旅行後も坂出を忘れなく楽しんでいただけたらなと思っております。こちらから来られました。今日岡山県から来ました。このモニュメントあるのご存知で来たんですか。知りませんでした、偶然。はい、いい写真が撮れましたか。いい記念になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この坂出文字モニュメントは今年8月31日までこの場所に設置されるということです。